よし、どうもー、はい、どうもー、高木です。小林です。それ合わせて葛飾です。どうもよろしくお願いします。いやー、こんな雰囲気の中やらせていただくのも恐縮なんですけども、まあ、僕たちが抵抗じゃなかったね、 TEDx なんかに出れる機会があるとは、ね、まさかね、本当にこんな機会があるとは思いませんでしたよ。うん、ところで高木くん、はい、テッドって知ってますか？え、わかりますよ。授業とかでね、見たりしますか？あ、そっか、授業でやったか。はいはい。じゃあこのテッドって、この頭文字を何か取ってテッドになってるんだけど、これ知ってたりする？頭文字、あ、これ楽勝なんだ。そうそう、知らなかったな、なんだろう。考えたらわかるかもよ。高木江島大輔とか誰の話してんだよ、ね、なんだろう、とても偉い大学生とかね。もうちょっとマシなのあったでしょ。テッド出たりしてますからね。敵を作ろうとすんな、テクノロジーエンターテインメントデザイン。知ってたのかよ、お前。なんで今までボケてきたん？だからただのテッドじゃないから。ああ、そうだったんだ。これ TEDx だから。そうだったの？そうそうそう。これ TEDx！ うるさいな、お前はさ。多分それ TEDx でいいよね。X。いや、発音直さなくていいんだよ。うん、でね、まあ、この TEDx っていうのは、うん、TED のより良い間を広めようっていう精神をもとに世界各地に独自で運営されているプログラムだから、そこはしっかりしてくれるの。お前めちゃくちゃ詳しいじゃねえか、お前。なんでさっきあんなとぼけてたの？まあまあ冗談はさておき。あ、はいはい。そのあれね、ちょこの場を借りて、俺ちょっと一つ今日やりたいことあるんだけどさ。やりたいこと？何何？うん、いやまあちょっと恥ずかしいんだけどさ。何何？あの社会風刺。社会風刺？社会風刺？社会風刺やりたいなと思って。今この場で？でこの問題を提示した上でソリューションを導き出したい。おお、すごいこと言い出したな、うん、お前。大丈夫？まあなんかさ、最近こう生きててさ、うん、なんかこういわゆる意識高い系みたいな人増えてるやん。確かにね。そういうやつらにちょっとガツンと言いたくて、うん、この場で言って大丈夫かな、うん、テッドのお偉いさんとかに消されたりしない、うん、まあ多分、まあ、その時はその時ね、その時はその時、うん、大丈夫なのそれね。まあちょっとそれは社会風刺をね通じて、うん、伝えていきたいから、うん、ちょっとあの合わせてやってみれば多分分かるから。あ、そんなんで大丈夫？できよ。あ、了解了解。想像してください。はい、あるところに大豆がいます。大豆、はい、大豆か、うん、でこの大豆は、自身を茶色く塗って、茶色く、さらに脇にパソコンを抱えています。俺は今何を求められてるの？あ、分かんねえか、分かんねえか。これで終わりだったの？まあまあまあ、初回だからしょうがないんだけど、うんうん、まあ、これ答えは、はい、こう田舎出身の大豆がね、こう都会のコーヒー豆に憧れて自身を茶色く塗って、でかつね、コーヒーショップとかであのパソコンをいじるために脇で抱えてるっていう、テッドに出るような人たちの風刺だったんで、うん、なんでそんなに敵作りたがるんだよ、うん、お前。まあけど言いたいことは分かったよ、うん、この例えじゃ絶対分かんないけどね。いやー、こういう人ね結構いますよね最近。あ、まあ確かにいるかもしれないね。もうあのうちのね、あ、だから近くにもコーヒーショップあるんですけど、はいはい、大体こういう人ってなんかそれっぽくゲームしてるだけか、なんかネットサーフィンしてるだけなんですよ。いやー、まあ確かにそういうイメージあるかもしれない、うん、いやこれイメージとかじゃなくてもう絶対です、これ。なんでそんな生きるの？もうこれ絶対ですよ、だってあの僕もやってますから。お前だったのかよ、うん、さっきまで散々言っといて。いやね、まあこれに際してなんですけど、はいはい、なんだろうな、こう人間ね、こう見え張ると、まあ、すごいがんじがらみになっちゃって、こう本当の自分出せなかったりしますから。そうだね。こう一回自分をさらけ出してみるっていうのもすごい大事だと思うんですよ、はいはい、こうもしかしたら他の人にね嫌われちゃうかもとか思う人もいるかもしれませんが、まあ、絶対自分をね受け入れてくれる人っていうのはいると思うので、まあ、ぜひ頑張って挑戦していってほしいなっていうふうに僕は思いますね。すごいいいこと言ってる風だけど、お前がやることから始めような、うんうん、じゃあ次行きましょう。無視すんなってお前、じゃあ想像、もう一回想像してみてください。はいはい、あるところに大豆がいます。また大豆お前、うん、大豆大好きじゃん。でこの大豆は自身のことをセイルと呼び、自身のおしべのことをステイメン、メシベのことをペストルと呼んでいます。あ、ちなみに皆さん、おしべとメシベの英語知ってましたか？多分知らない人の方が多いと思うんですよ。ぜひ今日覚えて帰っていってくださいね。おう、うん、あとこれ全部スペリング違うんで気をつけてください。なんでだよお前、何の意味があったんだよそれ、うん、まあじゃあ改めてどう。ああ、これの答え。そう、多分俺これ分かるよ。マジで？なんか最近増えてるさ、横文字とかカタカナめっちゃ使いたくない人、はいはい、ああいう人風刺してんでしょ。おお、うん、全然違うんだけど。全然違うの、うん、めっちゃ合ってるみたいな。いや、もう全然甚だしく違うんだけど。そんな言われるぐらい？まあこれ正解はね、うん、あの自身をソフィスティケーティにショーさせるためにカタカナを連発してる人を風刺したんだよ、ね、おー、カタカナを連発ってお前さ、多分俺言いたいこと合ってたよね、うん、ね、まあ最近ね、こういう都知事いますよね。こういう都知事、東京都まで敵に回すつもりかよ。お前それ言ったらどこの小池百合子さんがバレるかだろう。最初から隠す気なかっただろうお前、うん、ね、まあ冗談はさておき。冗談にならねえんだよ、うん、こんなの。まあなんだろうな、これに対することなんですけど、うこうなんだろうな、難しい言葉を使おうとか意識を高くしようっていうこと自体は、まあ、悪いことじゃないんですよ。そうだね、まあ、実際そういう人がね、社会変えたりするわけですから。
ただまあ問題はこうなんか意識高い俺かっこいいっていう人があまりにも多すぎる、この幻想に飲まれていると言いますか。でも大体こういうのってね結構自分だと気づきにくいものなので、そうだね、まあなんだろうね、周りのじゃない、あの surrounding people がこう That's not cool man ってステージしてあげるのがインポータンスなのかなって僕なんか思いますよね。出ちゃってる出ちゃってる、カタカナ文字が、お前が直すところから始めないと、実際に今俺も出ちゃってたしね、決まらない動きをしてんじゃないよ、ね、まあそういうことをね、まあ、僕は今日のテッドを通じて伝えたいかなというふうに思ってますね。ああどうだったんだね。あ、そういえば今回のテッドで思い出したんだけど、今回のテッドテーマ知ってる？もうちょ知らない。なんで知らねえんだよ、うん、今までの人散々言ってきたよ、なんだカッコの外にっていうテーマなんだけど、はいはいはい、まあこれね一つ言わせてもらうと、はいはいはい、ありきたりだと思うんですよ。おなるほどなるほど、あのね、まあ、カッコの外になんていうか、ね、よく聞く感じのフレーズ、これ言っちゃってる時点でカッコの外に出れてないと思うんだよね。ね、お前さっきからちゃんと聞いてる？ああ聞いてる聞いてた。なるってあのカリー暮らしのアリエッティ、カッコの外にだよ、うん、もう歌詞変わってないじゃん。一応ノもあってそこはどうでもいいんだよ、まあ、話を戻すと、ああ、はいはい、カッコの外側にみたいなね、こんなありきたりなことを言って革新的なアイディアだみたいなことやってる、なんか短絡的な思考の人がね、うん、多いと思うんだよね。なるほどね、うん、いいこと言うやんお前でしょ、うん、なんかすごいテッドっぽくなってきたな。あマジでマジでなんかテンション上がってきたな。上がっちゃうね、上がっちゃうね、いいね。よし、じゃあこの調子で最後の風習行ってみよう。オーケー、行ってみよう。よし、えい、あるところにダイブガイモン、スライス、えい、えい。お前、このテンションきついわ。お前が始めたんだよ。いや何急に冷めてんの、そういうのいいから、マジか、お前。豆腐と枝豆と大豆があのお互いの悪口を言ってます。お前、テンションめちゃくちゃ低いじゃん。うん、ね、わかる？あ、これ終わり？終わり終わり。豆腐と枝豆と大豆。豆腐と枝豆と大豆。ごめん分かんないよ、分かんないか、うん、まあ、これはその豆腐枝豆大豆全部ね元をたどれば同じなのに、あ確かにこう今のねあの現在が違うからお互いの悪口を言っちゃってるってことで、世界 あの差別とかを風刺したのよ。あ差別問題、差別問題、最後の最後になんかテッドにふさわしい感じが出てきて、ね、大事ですからね差別はね、うん、で、まあ、まあこれに対してなんですけど、はいはいはい、まあ、僕なんかねあの小さい頃アメリカ住んでて、ああそうだった、まあ、そこっていろんな人種の人いますから、はいはい、まあ、そういう人たちに触れてきてね、こう同じ人間同士絶対に分かり合えるはずだって僕思ってるんですよ。ああまあじゃあその身近にあったわけだ、その問題が。そういうことですね。でまあ解決策に関してなんですけど、はいはい、やっべやっばいね、どうした、お前次の人言っちゃったね、ちょ戻るわ、オッケー、戻ろう。何の話だっけ、解決、そうだそうだ、解決策、解決策、そうね、解決策に関してなんですけど、うん、こうもっとねより多くの人が多くの国に触れてみるっていうのはこれ解決にあの結びつくと思うんですよ。あなるほど。なんていうかこう実際にニュースとかで見るその表面上のその国のことじゃなくて、うん、実際にその国の文化とかその国の人にね触れてみるっていうのはこれあの解決に、ね、結びつくと思うんだけど、うんうん、なんか小林こういう経験ない？あ確かに俺とか韓国のアイドルとか好きだったけど、はいはいはい、そのおかげで韓国に友達とかいて、はいはいはい、なんかテレビで見るような日韓関係なんかよりも全然彼ら優しくしてくれるしね、うんうん、ねそういうのあるよ、うん、なんか俺とかも例えばなん、ね、中国とかのさニュースとかでなんか領土問題とかやってるじゃん、あるね、なんかああいうの見ると悲しくなるし、まあ、中国に友達とかいるとさなんかやっぱあいつのいる国だと思うとさなんか悪口とか言おうと思わないし、まあ、こういうところから考えるともっと多くの人国の人がねの多くの文化に触れるっていうのはこういうグローバリゼーションっていうのはあの差別の解決にもつながると俺は思うんだよ、うん、最後の最後でめちゃくちゃテッドっぽいこと言ったじゃんでしょ。だから俺はまあ豆腐枝豆大豆をまあ風刺としてあげたわけ。ああいい例えだね、うん、あだから最初から大豆使ってたわけ。そういうこと。いやちょっと待ってお前どうしてお前豆腐枝豆大豆豆腐枝豆大豆頭文字取ったらテッドじゃねえかお前。今俺はどうもありがとうございました。